こんにちは、花嶺もさん。前回ね、見えないものにお金を払うのがなかなかね、できない方がいるということだったんで、そうだな、見えないものにお金を私たちは今何に払ってるかなってところで考えてみたら、スマホの料金って目に見えないですよね。でも毎日結構使ってると思うんですよ。でこういったところにはお金を払ってるという意識は多分ないのかもしれません、もしかしたらね。というのが、スマホを買った時っていうのは契約を一切合切しますけども、そのスマホという物体に対していろいろ払ってる気持ちになってるのかなと。普段ね、基本料金のこととか何の疑問も持たないと思いますもんね。電気代も結構ね、形のないものかなと思います。普段こうやって電気に、もう囲まれた暮らしをしてるんですけども、これに毎月お金を払ってるって感覚はないかもしれないですね。ちなみにこの電気ってものがね、こう出てきた時、蛍光灯の光が人体に及ぼす影響とかね、それから人工的な光っていうのが体を DNA を壊すとかね、なんか言い始めた人もいたらしいんですけど、今誰も言わないですね。まるでスマホがね、電磁波が出ていて、ここに当てて通話をすると頭が悪くなるとかね、あとあれですね、電磁調理器とか、ああいったものが体に悪いとか、なんかいろいろ言われてますけども、よく考えるなと思いますよね、そういうことをね。で、そういったいわゆる前唾話には結構人ってお金払うんですよね。都市伝説とかね、なんかこうそういった情報に結構人はお金を割いてるんじゃないかなと思うんですよ。で、その情報が必要かっていうと別に必要じゃないんですよね。このように人間っていうのは無駄なものも必要としてるというね、不思議なことですけど、ただその瞬間その瞬間知的好奇心をかきたてられて、いろんなものを知ろうとしますし、体験してみたり、それからね、いろんな方とのつながり持ってみようかと思いますけども、じゃあそれが本当に有益なのかとなると、途端にですね、色褪せるわけなんですよ。いや本当に有益ですよっていう風なね、経験とか知識を繰り返してきた方がもしいるとしたら、じゃあなんで今日はその有益なものを生かせない人生が待ってるんですかってことになっちゃいます。もちろんね、これは自分にとっていらないものだったって分かるのも有益かもしれないですよね。詐欺にかかっちゃったとかね、騙されたっていうのが、もしかしたら自分の人生にプラスっていうふうに捉えられるかもしれません。そういうふうに小さな手傷を負うから大怪我をせずに済むというね、そういう考え方もあるんで、何とも言えないですけどね。さあ、それで私たちは他にもどんなものにお金を使ってるのかってことを考えなければなりませんが、実はね、車とかっていうのはペットに近い消費をするんですよ、ね。じゃあペットを飼いました、ね、30万円でなんかワンちゃん飼いました。それで出費って終わりじゃなくて、実はこっからが出費なんですよね。ワンちゃんは定期的に物を食べますし、それからいろんなね、ライフケアもしないといけないと思いますしね。たまには病院に連れていくこともあったり、なんかリードってのもいるでしょうね。ワンちゃん可愛らしいですからね、いろいろと費用がかかると思います。しかも継続的に購入する時のワンちゃんは一時的なのに、そっからずっとね、出費ってのが続くわけですよ。車も似てますよね。買った時にドーンとお金払いますけども、じゃあそこで車に関する支払い終わりですかって言ったら、ガソリンとかね、オイル交換っていうのは定期的にかかってくるし、車検というものもあります。税金というものもあります。税金なんてのは形がないものに人がお金を払う最たるものだと思いますよね。人生で最も出費をするものっていうのは実は税金なんですよね。税金がナンバーワンで、これはね、家の購入費用なんていうもんね、もう話にならないぐらい税金というのは高いわけですよ。おそらくこのままいくと人生の稼ぎの 60% は税金で取られていくってことにもなると思いますし、ということはですね、人生の6割が国に奉仕していると言ってもいいですよね。でしかもその国も税金で運営してるわけじゃなくて、本当は国債発行によって国家運営を賄っているから、実は税金を取る必要ってのは極論ないわけなんですよね。で私たちは意味もなく苦しめられていると、で余裕がなくて、時間がなくて、お金がなくてっていうふうな学習をする機会を奪われたりとか、権力者に立ち向かっていく余裕を奪われているわけなんですよね。これを現代の奴隷制度というわけなんですよ。で翻ってみますとね、もしかしたら私たちは労働から逃れて別の何かによって支配される人生を選んでるのかもしれません。例えば今ちょっと前も言いましたけども、
YouTube ね、 YouTube によってこのフリーな道を歩んでるとしたら、 YouTube がなくなると途端にですね今の暮らしが奪われるわけですよ。どうですかね、そう考えたら。かなり労働とかに依存してると言えるんではないかなと思うんですよ。で、多くの方がね会社に通ってその会社依存で生きてるというふうに見えます。でも実は私たち YouTube を使ってるものも YouTube という会社に毎日出勤して毎日依存してるわけなんですよね。だから大差ないということですよ、これは。まあ、こういうふうな考え方っていうのはあろうがなかろうが現実とは実はあんまり関係ないですよね。通勤してる方は通勤するでしょうし、 YouTube で生計を立てる方は YouTube で生計を立てるでしょう。その見え方を今私がね情報としてお伝えしただけで、それを知ろうが知る前が私たちがやることはあんまり変わらないんですよね。まあ、そしてそれがいいか悪いかと分けられないところもあります。ね、労働して会社に勤務することがなんとなく嫌だなと思っても、じゃあ例えばね YouTube で生計を立てる道を選びますかっていうふうに言うと、それも自分の力量には及ばないし、なんせ給料の保証がないということで、結局その通勤するっていう現場を離れないわけですよね。で、通勤する現場を離れて YouTube の道を選んだ方もほとんどが生き残っていかないと。で、生き残った方もいやーこんなにほとんどの人が生き残らない中で俺なんとかやってるなっていうふうな自己満足感と自己肯定感と自己優越感で実は支配されてしまってるんですよね。いや、自分なんてせっかく YouTube で何かことを起こそうとしてるのにたったこれだけのことしかできてないやとかね、もうやべえなと、行き詰まってるなというふうな意識を常に持つと、皮肉なことにそれが次の一歩を踏み出させる成長進化の糧になったりするわけですよね。まあ、ですんでいい気になっちゃうと足元が救われる。しかもこれは会社にいると上司や部下、その他周りの顧客とかから足を引っ張られるわけですけども、 YouTube に関しては再生されないというね、社会から足を引っ張られてもう立ち上がれなくなっちゃうわけですよね。まあそういう非常に厳しい世界にいるなと思うわけなんですよ。まあですんでね、個人のやり取りをしてくれる人ってのは本当にありがたい。必ず視聴者さんがそこにはいるってことなんですよね。だからこれからもね、私はねこの一人一人の対話ってものを YouTube を通じて増やしていきたいと思いますし、実際ね本当に増えましたね。今は公開限定の動画ってのががっつり増えていって、その代わり一人一人とのつながりっていうのはむちゃくちゃ深くなりましたね。だそういうふうに使っていくと今度は動画サイトが変わってもついてきてくれるという、そういうふうな関係ができると、 YouTube 依存を脱することができるのかなっていうところですよね。まあ、ですんでね、 YouTube っていうのは情報発信にものすごく有益な手法だと思いますけども、ただその有益な手法を YouTube に握られてしまうっていう、この恐怖も同時に感じなければならないのかなと思いましたね。で、今回はねそういうふうに YouTube についてちょっと違った側面で語ってみたんですけども、まあ花屋良さんのね YouTube 論っていうのをまあ今度は期待しようかなと思います。次回も YouTube についてのこんな怖い話とかいうのをね用意して私も待っております。それでは行ってらっしゃい。